FM リベールのスタジオがある吉武パークビル株式会社旭川シティネットワークは北海道旭川市の一部地域を放送区域として超短波放送をする特定地上機関放送事業者である FM リベールの愛称でコミュニティ放送をしているリベールとはフランス語で川の意味である1993年12月道内2局目 全国5局目のコミュニティ放送局として開局。当初は JR 旭川駅1号館2階の本社にスタジオを2つ設置し、午前6時午前0時の編成で放送を開始した。一部の番組は当時の旭川駅3号館にあった HBC 旭川放送局のサテライトスタジオを使用していたが2006年5月に 買い物公園に面する吉武パークビルに移転したのに、伴い、同ビル内の自社スタジオからの放送に完全移行、同時に24時間放送も開始した。なお、送信書機能も開局より、HBC 旭川放送局内に設置されていたが、北サイト旭川の一環として進められている、旭川駅の鉄道高架化に伴う、HBC 局社を含めた現役社の取り壊しが、 実施されるため12月に解体完了、旭川市五条通19丁目のマンション、エンドレス519屋上に送信所を移転した。課長範囲は、旭川市と近隣地域、放送エリア内人口は約42万人、約19万世帯。ワッサム町や県部地町、上富良野町の一部でも受信が可能。ただし、上川町の中心部や総地区では、 受信が困難であるほか、ある旭川市でも深川市に近いカムイ町のカムイ西江丹、西岡、豊里各地区では NHKFM 放送の深川中継局との周波数の間隔がわずか 0.3MHz しかないため受信が困難となる場合も、あるが受信できない場合でもサイマルラジオで自社制作番組に限り聴取可能である。また、 朝日川ケーブルテレビポテトでも 83.1MHz に周波数変換して再送信している。地域情報、イベント情報、ニュース、交通情報などを提供している。自社制作番組、外部制作番組以外では、道内のコミュニティ放送局で唯一、スターデジオを放送している。特に土曜日は自社制作番組が組まれる10時から12時と、 日中時間帯における生時前の CM を除きほぼ終日でスターデジオを放送しており、金曜日と日曜日も1日の総放送時間の半数以上をスターデジオに当てている。年末年始の12月29日翌年1月3日の間は自社制作番組が全面休止となり、特別編成として終日スターデジオを放送。なお、 悪天候などでスターデジオの衛星受信状態が一時的に不能になった場合は、天候が回復するまでの間、FM リベール独自で用意したフィラー音楽で空白時間帯を穴埋めする。生放送番組は水曜日で比較的に多く編成されている。ごく稀ではあるが、下記にある生放送番組でもスケジュールの都合で、事前収録による録音放送に変更される場合もあり、 逆に収録番組でも生放送で行われる場合もある。時報は、ステーションジングルの後に、プ、プ、プ、ポーンとなるが、時報 CM では、ポーンのみとなる。スターデジオ再送信放送が始まるジングルが流れる、時は時報そのものが流れていない。同局で番組を持っているタレントの数人は、STV ラジオなどでの経験もある。ありがとうございます。